はい、どうもこんばんはです。KOF13 の練習解説違いますね。いきましょう。第15回、今回は有利、前回表並んでたんでね、これで逆転して有利の順番後になったらちょっとあれだったんですけど、まあそのまま有利の順番ということで、よし、だいぶ絵変わったよね。ユリって12人いなかったよね。いたっけ？いなかったような気がするんですけど、どうでしたか？ちょっと忘れたわ、12は。揺れるぜ、こいつ。顔丸いよね。この、今回の、特にアテナと、あ、ちょっとさっき出してたんだ。消しときます。で、あ、こっちの設定はやったらと。女性格闘家チーム、キングに続いて2人目なんで、タイプ B ですね。前回アテナの時は忘れてましたけど。アッパーが若干斜め気味、ふっくり味。蹴りはあんま変わらん。飛ばせば張り手。角度上だね。鬼張り手ですね、鬼張り手。上に強そうだな、これ。置き気味に出してもいいかもっていう。あ、ジャンプ C がめくれる。D がめくれんじゃないか、ユリは。ユリは D でめくれるね。B が横に長い。ああ。ジャンプぶっ飛ばしてない。ヒップアタックなのよ、これ。ヒップアタック。どんなモーションだ、これ。昔のユリのジャンプぶっ飛ばしてたら横に長い蹴りだったんだけど。そうかね、リーチは短くなってるけど、判定強い。めくれる？めくりで当たる。まあ、飛ばしがヒップになったと。特殊技のヒップはあるよね、あるよね。モーション違うね、ちゃんとね。チー投げ。また鬼張り手。サイレント投げはないですね。おなじみのサイレント投げ、あの、隙がでかいっていうか、モーションが長いサイレント投げ。で、空中投げがあって、あ、真下なんだ。これ、前傾じゃないと。あ、横か。強パンしか出ない。これさ、上りですぐ出るよね。割と。超ジャンプじゃ出ないのか。あ、で、一応出るか。ある程度の高さまで行けば、結構すぐ出る。うん。っていう感じ。ちゃんと横に入れないと投げれないっていうのはあれだけど。あんま使いづらくはないと思う。で、ユリ雷神脚。出たな、これ。後ろ飛びでも出せんだ、これ。コードは、ああ、超ジャンプからでも一応出せる。あ、下りだったらどこでも出せるのか。上りで出せないけど、頂点付近から下りはいつでも出せる。低いと当たらないんじゃないか。あ、当たるね。ああ。強いね。雷撃中強いね。ユリ雷撃中だよ。どう考えても。キャンセルで当たるのかね。あ、ジャックから繋がるんだ。あ、ユリちゃん短いね。ああ。強パンからは出ない。ジャックパンからのみ。ちなみにガードは、上段ですね。上段。だから、まあ、コンボのつなぎっていうかな、なんていうかな、まあ、軌道を変える、対空読みで下に落ちるみたいな、ほんとライフィッシュと同じような使い方か。めくると見せかけてめくらないみたいな。雷撃手みたいな使い方か。まあ、雷撃手みたいな使い方ですよ。ファルコンキックか。ね。こんな感じか。雷神脚の使い方ではないよな。雷神脚ってなんだ？竜神脚ではないよな。雷神脚。なんでしょうね。うん。雷撃手か。遠翼は、
これ中段技だよね。これは中段でしょ。キャンセルで出すと上段になる。結構ガクラチャある。うん。練り込むと隙はあると思うんで。先端当てか。うん。キャンセルで技が出せるのかな。サイファー。弱早いな。弱の発生早いですね。お、コパンから繋がる。あ、立ち絵ちょっと短いか。昔はやっぱ3発当てて、立ち絵っていうね、基本だったけど。2発だね、今回は。で、しゃがみで良さそうだね。リーチがしゃがみと立ちでほとんど変わんないんで。見た目より長い。あ、しゃがみの方が長いね。しゃがみの方が長い。これは無理。まあ、サイファーコンボには使わないでしょ。飛び道具消すんじゃないかね。早かった。飛び道具消せる。EX パン。お、浮くね。あ、普通にサイファー浮く。今日サイファーで浮く。端なら、繋がらんけど、置いちゃできる。まあ、置いとく感じ、対空読み、先読み対空に置いといて、当たったら、あ、お家できるっていう感じ。エリザベートの打ち抜けみたいな感じで置いとくっていう。こっちはコンボに使えるね。実は今日から繋がる。ダメージもそこそこあるよ。うん。合計。でかいね、なんかね。まあ、牽制気味に使う技だよね、有利な貢献は。今日はコンボにはならん。ジャックをメインに使う感じか。今日はまた牽制だろうね、やっぱね。あ、リーチ長いね。おお、繋がるし。今日貢献が、隙が短いのかな。あ、繋がるじゃん。遠目から、ジャック今日どうやって繋がったんだろうな、結構難しい間合いだったのかな。まぐれで当たった感じだった。わからん。さっき当たったよね。当たった。まあ当たるけど、そんな使う感じではないな。ジャックを、昔の寮みたいだな、これな。こう当たるかな。強行剣もやっぱ校長が短いんだね。遠かったら今日出しておくのがいいのかな。ああ。なるほど。まあちなみに。挑発がね、確かね、何パターンかあるんだ、ユリは。ランダムかな、これ。パチパチ。V。空中挑発はないですね。波動挑発とかもないですね。真空とかもないです。効果があるかどうかはわからんけど。DX、あ、長い。DX 効果長いね。これはお市場できないかな。きついか。今日 EX が入るね。こんなん繋がるじゃん。はい。で、百裂瓶だ。これがね、早いんだよね、移動投げ。弱はね、その場で投げる。強が走る。なんか百裂にはだいぶ足りてない気がするけど。コンボには、あ、コンボにもなる。強から繋がる。弱はもう何でも繋がるね。リーチはそんなないけど、2発から繋がるから、ノーキャンで入るかな。あ、立ち身が繋がった。立
ビーが入るな。なんか逆用がキック入れてるけど立ち B が入るぞ。レンダーキャンセルで。あ、ノーキャンで繋がってるね。超アッパーも出たけど、その前に EX1。 お、12発滑りダウン。ダッシュしておくな。これ飛炎砲脚ダッシュだな。これは強そう。ちなみにもちろんガワフだよな。あ、こっちはガードできない。 EX 版打撃技か。 EX 版打撃技。あー、なんだろうな、ただ速いだけなのかな。コンボに使えって技なのかな。止まった。ガード外してなかったかな。あ、なんだな。補正だいぶかかっちゃうと思うけどな、この後当てたら。なるほど、コンボ用なのかな。うん、無敵とかちょっとわかんないけど。超アッパー、今回ダブルはないですね。今日はすげえ飛ぶ。超アッパー、超アッパー。うん、 EX 版は、お、消耗剣みたい。ゴリゴリ当たる。ああ、なるほど。対空性能はどうでしょうか。普通に落とせる、まあ、普通に落とせるね。 あ、判定強いね。まあ、弱でしょうね、使うのは。今日はダメだ、落とせない。今日はコンボ用。うん、また1ダメキャンセル、スパキャンとかするのかな。まあ EX 版はコンボ用かな。ダメージはやっぱ減るね。結構減るけど、最高ソードがやっぱあれ減りすぎだったよな。あれがすごかったよな、最高ソードの威力は。で、雷陽剣、弱、強。結構前に飛ぶね、これ。今回の雷陽剣はゆっくり前に飛びます。空中盤は、あ、弱は真下に指が落ちる。強はそのまま落ちる。ああ、これはいいね。無理かな、そういう合気的な使い方できないの。裏には回れないですね。ちょっと発生遅いっていうのもあるし、裏にめくりつつっていうのはちょっと厳しいかもね。まあでも結構足元に当たる。足元はな、どっちガードになるんだこれ。下段か、あ、上段か。あ、上段ですね。下段にはならんと。うん、雷神脚、こっからさらにっていうのは出ないか、雷陽剣は。うん、あ、ならんけど、こんな感じにはなる。うん、まあ、これは、まあ、やっぱり対空を逆に潰す使い方もできるだろうし、とりあえず起き上がりに重ねとく。弱が結構横に長いんで、このぐらいの距離から重ならないか。ちょっとディレイかければ、まあダウン回したら重なるよね。素早いディレイキャンセル、無理か、難しいか。まあダウン回したら重なるっていう感じで。はい、 EX 版が一番前に飛ぶ。あー、これはめくりそう。弾ゆっくりだね。あー、2つ出た。 EX ゴーハドEX 残空出たね、これ。コンボにならんかね。
からそっから出ないね。まあここ飛び込んでみたいなのがあるのかな。コンボのつなぎにはなんのかな。技多いね。多いっていうか派生技か。でこれですね、これ砲翼、これは百鬼襲よ。ユリ百鬼襲ですよこれ。昇竜キックで飛んでボタンで派生、パンチキック、パンチ2つで波動キック、飛炎走破がパンチ、これね。合気だったらダウン取れてめちゃめちゃ硬直少ないってやつだな。あ、キャンセルできるんだ。あ、ドラキャンか。必殺技扱いですね。削れんのかな。削りはないんだ。めくれるこれ。止まった。あ、これ強で出すとすごい前に飛ぶね。着地の滑りがちょっとありますね。弱は全然ないけど。EX 版はもっと飛ぶ。おぉ。これ EX 版は飛び越えないですね。あ、めくれる。難しいけど。ここからちなみに。あ、百鬼襲は出せない。普通のキックで、普通のキックで百鬼襲は出る。百鬼襲。蹴りが出ますね。ああ。なんて言うんだろう、これ。名前は。ユリ雷神脚、そのままか。で、ボタン2つで投げると。この速さで飛び投げは、繋がってるし、コンボになってるし。ああ、いいんじゃないですか。速攻キック出すと雷陽拳に化けることがある。前に入れちゃうと。で波動キック、あ、まあそれが雷陽拳。はいはいはい。 EX から出すと雷陽拳も EX になると。ああ。なってはいないよな今は。なるほど。百鬼襲はやっぱ強いでしょう。百鬼襲があるってだけで強いよ。で、結構時間来てる技多いからな。で、青昇降拳。あ、硬直長いな。あ、ダメージ高いな。そうでもない。普通だった。早い。弾速がめっちゃ早い。ユリの昇降拳はいつも遅かったのに。めっちゃ早いね。手がめっちゃ赤くなってるけど。発生が遅いんで。あ、でも巨棒にはコンボにもなるね。巨攻撃からは繋がる。これは繋がる。サイファーからも繋がる。二段目からしか当たらねえな。無理かな、こういうのは。無理かな。まだコンボ別に。いいけど。ああ、入りそうだな、なんか。お、入るじゃん。もったいない気もするけどな。あ、ちょっと待った。で、EX 版はないね、昇降拳はね。はい。で、飛炎砲脚。飛ぶね。パカーンと。おなじみの飛炎砲脚コンボ。弱強の違いはあんまないかな。おなじみのコンボだな、これはな。なんでも入るね。貢献もできるよね。いけるね。
はい。クレツギンタとか抜けんのかな。スパちゃんは、お、出るね。出るね。投げからいけるのは結構でかいんじゃない。ほら、なるほど。なんでもいけるな。で、マックスパン。8まで届くんだ。よし、そーい。最後が別に雷陽拳ではなかったな。なんか殴ってる感じだったな。パカーンだった。モーションは雷陽拳だけど。まあ、使い方は同じ。おーい。うん。で、覇王雷陽、覇王雷陽拳。覇王雷陽拳。おぉ、余裕っち。なんだこれ。ユリのポーズが、降りてくるときのポーズが良かった。このポーズ。これコスチュームによってはだいぶ危ないことになる。うん。あ、発生早い。発生早い。これ弾の位置って固定なのか。ある程度真ん中、3分の2ぐらいの位置に必ず落とすの。お、近いと当たるね。近いと当たるけど。すごいわな。空中で出せるんだよね。高い。余裕フッチ。違う。中段からいけんのか。お、いける。あー、これはいいかもしんないけど、あんま減ってないな。自分が壁際の方が当たるね。ちょっと場所によってダメージ左右されるのはあんま使い勝手いいとは言えないけど。あー、当たらねー。使い方難しいか。これ場所は指定できないのかね。なんかボタンとかですか。できなさそうか。あとは何がある？普通でキャンセルだとあんまり良くないよな。最後のパカーンから。あら？あ、当たらんか今のは。遅いか。あ、出ないんだねそっからは。こっからも出ないということは、途中からが一番いいのか、やっぱり。あ、でもこのぐらい減ってるもんね。このぐらい減ったら十分かね。ちなみにユリはチェーンコンボ的なものは、ない。ないよね。よし、じゃあドライアルいきますか。ユリのトライアル、なんか、どうだろうな。ループできそうな技があんまりないけど、シャーマ100機種をな、使うとなると、難しいのがあるかもしれないな。もう俺は、あくまで100機種って言いますけどね。ユリのカラーは、確か作ってあった。ありますね。そら、そうなるわな。どうなんだろうな、難しい。そんな長いのあるかな、ユリ。タジタキック入れんのか。タジタキックのが、キックのが長いか、パンチより。あ、キックのが長いな。4発入るわ。4発入れちゃえるわ、これ。4発入れて OK だ。余裕っち。ああ、タクマもこれ頭抱えるわ、こんな。強パン貢献。絶対これ胸もでかくなってるよな、ユリな。成長期ですね。雷撃中指導で。強パン。
長貢献。はあ、チリ。サイファー。あ、サイファーで追っかけジャンプからのパンチ。あ、これお打ちできんのか。こんな感じ？もっと低めで拾う。じゃないのかな。スパッ、ドラキャンかな。ドラキャンできない。どの辺で拾うんだ。どの辺で拾うんですか。普通に、普通の高さとしか言いようがねえ。高くもなく低くもなくだな。どっちかといえば低めってぐらい。あら、パンチか。え？当たらんな。あ、拾えた拾えた。これ、端限定じゃないよな。あ、違う違う違う。なんだこれ、なんか出た。あ、できるよね。なんかシビアだけど、タイミングが。一応拾えますね。あ、壁コンボ、おお。ネオマックス？え？ネオマックスだよね、これね。あ、単発キャンセルできんだ、ネオマックスは。そっから、こういって。え、どういうことこれ。ダウンしないのかな？してるよね。こういって、これどういう当たり方すんの？浮いたとこに、しゃがみ強パンがわからねえ。ああ、これで、こういって、ちょっと待って。それはわかるが、あ、ということは、最後の、この投げ、これが何でも判定ってことか。ああ、そういうことか。なるほど。ああ、これ、EX マンだけかね。あ、普通のもなるじゃん。普通のも何でも判定じゃん。こんなきついと思うけど、ああ。いけるはずだ。あ、いけるか、一応通常版で。なるほどね。しゃがみ強パンで浮かせてとこ掴むってことね。これ EX 版じゃなくていいんじゃないか、これ、昇竜は。ダメージ上がんのかな。 EX 版じゃないと低くて当たんないのかな。こういって、こういって、なぁ、ちょっと余裕値が硬直あるな。ほっ、ほっ。あー、で、浮かせて、掴むと。偽コンボだよな、こんなの。よし。かっこいいけど。余裕っち。実用性はどうかね、あんな。まあでも、狙うチャンスはあるよね、これ。中段で画面端なら。あそこから指導は。まあ当たると思うけど。発動中でもいいんだよね、多分ね。え？これ指導。は？ジャンプパン。どういうことだ？っていうことでいいのかね、今の。っていうことだよね。で、浮かせて、あったあった。サイファー、
サイファー剛拳剛拳でタッパーサイファータッパーサイファー剛拳タッパーサイファー剛拳ビンタはぁ絶対覚えらんないなこんなコンボは。実戦で絶対使えねえな俺は。ああよし、まあ、カットだなこれは。しばらく出なかった。よし、パカーンと。なかなか慣れるまで難しかった。うん。これが、あ、長いな、いくつ目だ ?7 個目。結構あるな、ユリ。空中、雷王剣。低め?超低め?おぉ?おー超低め。おーでサイファーサイファー空中発動きたぞこれ。空中発動弱雷王拳。ちょっと待って。これは難しいんじゃないかね。空中発動がまだなかなかやらんからな。当たんねえし、見てみるか。サイファ連発だな。途中まで行っちゃえばそんなに難しくなさそうかな。みたいな。最初上りでやってたよね。上りでいける？上りでいけるかこれ。ああ、いけるけど、下りのがやりやすくないか、これ。それでいいよね。で、こっからのさ、空中雷王拳もさ、なんか垂直ジャンプで出してたような気がするんだけど。いや、難しいでしょ、これ。なるよな。前ジャンプでいいかな。さっき空振ったけど。ジャンプしてないし。いやー、きついぞ。あ、当たるね。当たるなら、前ジャンプでいいや。よし、行きます。5分ぐらいかな。でも最初だけですね、難しかったのね。途中からは簡単だったと。途中で気づいたんだけど、なんか空中投げってこのゲームあれだよね、普通にコンボになるよね。浮かせてさ、空中投げ普通に繋がるんだよね。まあこれは何でも判定じゃないけどさ、多分
多分クラークのもそうなんだろうな。なんか浮かせて顧問になるんじゃないかな、ガトリングとかから。で8番目、また長いですね。しかも下まで見えてないっていう。最後は EX 版砲脚で、こっからスタートなんだな。どっからスタートもいいと思うけど、から行って、でどこに雷陽剣だこれ。あー、雷陽剣じゃねえのか。キャッチシューか。あ、そんなループあんの、ポコポコ当てんのこれ。あー、結構難しいんじゃないの。あ、弱強化、弱百鬼か。あ、なかなか面白い。なかなか面白いぞ、これは。すげえ運べるぞ。この運びはすごいね。それを何セット、弱ユリチョアッパーが3回入って、端まで行ったらチョアッパー貢献のループ。チョアッパー貢献、強、ダイアッパー、貢献、ダイアッパー、サイファー、サイファー貢献、で EX か。よーし、行くぜい。よし、これも5分ぐらいだったかな。思ったよりはすんなりいけましたね。で9番目か、まだ難しいのあんだよね。そんな長くはないな。大パンばっかだなこれ。弱アッパー以外はみんな強パン。簡単そうだけど、なんかダメージ高そうな気がするな、こんだけ強パンばっかりだと。実用コンボっぽいよな。あ、じゃあユリは真空とかで暴発するコマンドないからね、結構やりやすいですね。ちょっとレバー後ろまで行っちゃうと昇降剣出るけどさ、しっかり波動だけ入れてれば出ないですね。遅いか。そこはちょっとディレイかけるのか。あ、じゃあ貢献か先に。なるほど、基本最速で良さそうなコンボ。おい、おー、いけたね。これはなんか覚えれば使えそうな気がするな。これを練習していった方がいい気がする。で、最後か。またネオマックスから。ネオマックスから青色光剣。出ない。お、あら、倒れてない、タクマ。おーい。こういう技なのかね。追撃までワンセットの技なのかね、これは。さっきなんだっけ、こうだっけ、こう言って。
なんかこんな投げとかやったよね。あ、遅かった。で、こういってサイファー、サイファーからアッパーはノーキャンかな、これで、ちょ、アッパー、合剣、極限流奥義、適当なトーレスパキャンして、マックスキャンセルか、マックスキャンセルして、マックス昇降剣と。おっと、ああ、キャンセルできてない。あ、違うな、超アッパー貢献か。なんでもいいような気がするけど、早すぎる。遅かったな、今走ったな。遅いか、最速か、そこは。お、この辺で打っといて、で、ほらーと40ヒット、綺麗に決まったんじゃないですかね。よし、50分ぐらいか。ちょっとキングの時に忘れてしまったんですが、あれを紹介しないといけないんで、ちょっと一回戻ります。まあまたね、忘れるといけないんで、もうキングも一緒にやっちゃいましょうか。カラーデフォルトでいいよね。体力は少なめにして、ステージは明るいところがいいよね。シングルマッチですんで、よし、もう思いっきり明るいところでやっちゃうかどうなん、ちゃんと見えるかな、これ大丈夫かな。ここね、音が響くんだよな、これ。あー、見づらいか、まあいいか。響く、声がすごい響く。で、まず普通のいきます。まだでした、となりますね。こんな感じになりますね。もう1パターンあって、もう1パターンあるんです、実はこのゲームは。素晴らしいことに、ダボー、ガード削ります、削りましょうっていう感じですか。こんな感じですか。もちろんカラーエディットできますんで、その辺もね。で、ユリですね。パッドでやるのはなんかやりづらいか。よし、うぜえ。まあ、おなじみのモーションだね、これ。キングもそうだけど、もう竜子2からずっと同じモーションなんだよね、この辺ね。徹底してるねここの再現度には手を抜かないですね。よし、まだ死なないよな。うわー、はい、また来週来週じゃないかまた次回よろしくお願いします。失礼します。